でちょっと待った後乱入したら、これでも犯罪じゃない。でもそれだ、その何、え、建造物侵入罪、建造物侵入罪は1個あると思うな。いやでも、3列で呼ばれてたやつがってなったら違うよね。中におる、ね、中にはおるからね、はいはいはい、っていうのがあるから、パターン変わるのかな。でも窃盗罪はあるんかな。あとはその信仰を妨げたとか、結婚式のとかって考えたら犯罪よりではあるかもね。うん、なりはせえへんのか、そもそもだらね。お前は本当にいや別にそっちの、ね、NTR 側の人間やから加害者側やね。こっちはね、これどうなんでしょう先生。うん、いや なんかなかなか法律勉強されたことあるのかな。いい線いってます、まあまあすね、水道の家庭が、はい、いろいろあったんで法律はちょっとだけ勉強してまあちょっと待った、はい、って言って、まあその妨害したら業務妨害罪になりますし、あと結婚式場からお姫様抱っこして連れて帰ります。それは窃盗ではなくて結婚目的誘拐罪。そんなんねや、結婚目的誘拐。その場合はちょっと待ったって言った人だけが罪になるのか、うん、こっちも、実はそのね、あの望まぬ結婚で、はい、本当はこのちょっと待ったって裏で画策あったと、そうちょっと待ったって言ってきてくれた人と出ていきたいってなった場合はどうなるんですか。例えばそれ誘拐に関しては、うん、いわゆる被害者の承諾があるので、うん、犯罪は不成立、はい、ああそう成立、誘拐はまあとりあえず免れる、はいはい、うん、ただ結婚式に関しては例えばご主人が式を、うん、あの営んでるのであれば、うん、はい、それを妨害したというのはなり得ます。その場合は、うん、あの2人とも共犯になる可能性ありますよね。はあ、妨害をが共犯になる可能性はある。誰が得するんだ。あれはどうですか、東京駅の最終の新幹線で別れを惜しむ、カップルがキスしてる、あれはなんか犯罪にはならないんですか。あ、無罪ですね。あれあれいいやん。え、それなんかやったことあるから、ね、服の上からちょっと胸をコリコリみたいなんはどうですか。キスしながら今何を想像されてるの。やっぱあの社会通念に基づいてこういうのって判断するので、はい、社会通念を今イメージしたんですよ。どうですか、その現場でないですね。イメージした結果、はいはいはい、キスしながら胸ちょっとコリコリみたいなのはどうなんですか。まあ、セーフかなと思います。結構甘めの弁護士やな。この間目黒駅前でも明らかに、うん、なんですけど、それはやばいですね。これやばいですか、はい、でもそれは分からん、その股で暖を取ってた可能性もあるやん。それはそんな寒ないよまだ。それどう、暖を取ってましたってじゃあ言われたらどうするんですか、はい、相手側の弁護士としては証拠を揃えて暖は取ってなかった。なあこれな。え、カーセックスはどうなんですか。俺は昔電波少年で見たのよ、カーセックスは犯罪だからつって松村さんがあのバケツ一杯の水を持たされてカーセックスしてる車のフロントガラスにバシャーンってやって中から出てきた男にボコボコにされるっていうのを俺見たことあるんですけど、それはどうなんですか。それは2人ともアウトですね。2人ともというか男性がアウトですね。完全密閉にしたらまた別なんでしょうけど、はいはいはい、そのガラスだったら外から見える状態なんで、いわゆる公然わいせつに当たると。これ外でやるっていうのもやっぱダメ、ダメダメです、ですよね。例えば、あの判例で実際にあるのが、例えば墓地とか、夜誰もいないです、でもダメです。ダメなんや。ストック定多数から認知されるそういう状態でそういうことするのはダメっていう、はい、あれは、マジックミラー号はどうなんですか、あれは。マジックミラー号はだから周りから不特定多数から知ってんねややっぱり。ちゃんと勉強されたんですよね。こういう判例があるかもしれないと。ないやろ判例マジックミラー号の。あれはまあその周りから不特定多数人から見える状態かっていうと、おそらくそういうしっかりとね、うん、マジックしっかりとね、しっかりとね、だってあの近づいた人んなんだこれっていう顔してますもんね。中が見えてる顔はしてないですもんね。はいはいはい、セーフ、セーフに。ああ、それ系でよくあるのは最近はハプニングバーとかね、やっぱり摘発。これどっちなんですか、実際ハプニングバーって。はまあやってる内容がやってる内容だったらアウト、いやあれも公然わいせつ。え、これハプニングバーっていわゆる、みんなでそこ来た人ってみんなでエッチしようみたいなことじゃないですか。でもなんかプレイルームに移って2人だけですれば OK とか、なんか
なんかまことしやかにそういうの聞いたことあるんですけど、多数人が集まってそういうことをするのは基本的にはアウトなんですよね。あ、そうなんや。例えばじゃあ家での乱行パーティーっていうのはどうなんですか。それも実際集め方によっては、うん、検挙されてる例が。どういう集め方ですかそれは。まあ、だからその同じ趣味の人を。でも同じ趣味ならいいんじゃないんですか、うん、先生。どういうことですか。どういうことですか先生。暖を取ってただけですよ。複数人で暖を取ってただけですよ。犯罪っていろんな種類あります、ね、冷静やなこの人。全然感情的になれへんな。うん、まあ、被害者がいる犯罪と被害者がいない犯罪っていうのもあるんですよ。はい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 。でいわゆる公然わいせつは、うん、まあ、その被害者がいなくても成立する犯罪で、うん、社会の風俗とか、うん、その善良な風俗を守るための秩序として作られたものなんで、アウトですね。アウトなんや。アウトです。で、はい、ベランダで、エッチをしてました、うん、それはどうですか。私そういう質問を受けるたびに思うのがですね、うん、昔だったら結構パッと言えたんですけど、うん、最近私一応 YouTube 150万人ちょっとフォローしていまして、はいはい、うん、小学生の方と、うん、まあ、親子のファンの方が結構多いんですよね、はいはいはい、私がそれ法律的に OK だからって OK って言っちゃうと、うん、子供たちがちょっと真似するんで。真似するかするか。俺らがやりがちな実はこれ犯罪なんですよみたいなんて、まあ、あったりするんですか。お酒飲まれますか。ああ、袋は飲みますよね。僕は一滴も飲まないですけど、はいはい、私この仕事始めて本当に思ったのが、うん、酒は人生を潰すみたいなこと言うじゃないですか、うん、はいはいはい、やらかす時ってお酒飲んでるんですよ。そうですよね、はい、確かに男女のトラブル、うん、もう本当にお酒絡んだら、うん、その時は合意があったと思ってても全然後から違った。 それね、はい、それ最近言いますよね、うん、めちゃめちゃ合意でもお酒を飲んでたってなったら酒を飲ましたみたいになるんですよね、うんうん、男が。じゃあ同意ってどこまでがあれなの。これはすごい熱量になってんだよ。だからそんなんてわざわざ一騎打ちや。これは犯罪者と弁護士の一騎打ちやね。これは今この男女の関係としてね、いい感じになりました、お酒も飲んでます、うん、で二人きりになりました、なんかちょっとキスでもするじゃないですか、うん、そこにキスしていいなんか聞かないでしょ、うん、いやそれは聞くんですよ。聞かなあかんの。そんなキスしていいは聞かなあかんね。法律的には聞いた方がいいですね。でもちょっとグッとその数センチこっちが動いたら向こうも動いてたんですよ、うん、それはもう OK ってことじゃないですか、うん、そこまで言っても、うん、やっぱもしクライアントさんと考えたら、うん、はい、同意取ってくださいっていうしか言われんの。じゃあまあキスしていいと聞きました、うん、でキスします、うん、でその流れでおっぱい触りました、うん、あーダメですね。ダメなの。これはまだおっぱい触っていいや、はい、ってことですね。いや今まで聞いてましたか先生ね。いちいち2回戦目とかもちゃんと聞かないと。2回戦目はいいやろ先生。2回戦目はいいですよね。うん、どういう1回目かは分からないですけども。ちょっとそうか、それも言わなかったか。多分1回目満足されたと思うんですけれども、これは2回目に持ち込んでよろしいでしょうかっていうのを。そうかそうかそうか。この本で先生伝えたいことは何でしょう、うん、皆さん大人って、まあ、法律的では自分はちょっと堅苦しいけれども、はい、自分の子供にはやっぱみんな法律違反してほしくないと思うんですよね、うん、親心として、はいはいはい、ぜひお父さんはお子さんにこの本うん、買ってもらったら、はい、法律原始の子供が、はい、そうかそうか、そうか、ね、細かいところも学べるからね。こういうのの抑止力にも当たるかもしれない。これを帯にすることによって、うん、この本の立ち読みは何罪に当たりますか。おおおおおお、あんだけ揉めてたと思われんの。これ実際どうなんですか。これは立ち読み自体は特には犯罪にはならない。あ、ならないんですか。全部読んでもいいですか、立ち読みで。全部読んだら何か罪になりません。大丈夫、大丈夫。俺初めてやな、こう帯に書くの、うん、早く廃盤になってほしい。なんでや、なんで。学んでよかった。いや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 、やっぱ知らなくてよかったものはあったからね。でもね、でも犯罪は犯罪になりますもんね、うん、私も今日相当詳しく伝えたんで、はい、何か将来あったら、はい、まあ、今日のこの番組切り抜かれます、うん、やばこれ教えてますよ、ちゃんとここでって。勝てる気せえへんねんけど。